福井銀行級本店本店建て替えのために仮入居していた福銀センタービル株式会社福井銀行は福井県福井市に本店を置く地方銀行福井県内では福銀が通称として使用されるマスコットはオーバーオールがポイントの福ちゃんキャッチコピーはいつもいつでもいつまでも福井県や県内のほぼすべての市町村 国立大学法人福井大学などの指定金融機関である。福井県内でのシェアは約40%であり、福井県の第一地方銀行である。福井県内でのシェアとしてはとなっており、いずれも県内でトップシェアである。また、福井県内に本社を置く企業において、福井銀行をメインバンクとする企業のシェアが約45%となっている。福井銀行は、 1899年に地元福井で繊維業を営む者たちが福井県の繊維業のさらなる発展を目的として各々資金を出し合って設立された銀行である。よくある銀行の設立過程としては国立銀行を前身としたものがあるが福井銀行はこうした国立銀行を前身とした設立過程ではないため全国でもけうな例として知られている。 2016年5月、福井市巡回一丁目に所在する旧館と新館からなる本店の新築計画を明らかにした。発表によれば、原本店を取り壊し、新本店を建設する間は、同市今市町にある福井銀事務センターを本店各部署の仮オフィスとして暫定的に使用。総事業費は90億から100億円程度を見込み、2018年度中に、 着工。当初は2020年春の完成を目指すとしていたが、当初の予定より遅く同年12月7日に業務を開始した。なお、本店の隣には、北国銀行の福井支店が2020年11月に移転している。2016年10月に、福井銀行と福井新聞社が共同で企画、発行している電子マネーのカードである、ジュリカが、 福井県の県民カード第1号に認定された。福井県内では池田町以外の全市町に75店舗の支店を有する。福井県以外にも石川県に10店舗、富山県に4店舗、京都府、滋賀県に2店舗、東京都、愛知県、大阪府に合わせて3店舗を有している。営業店とは別にタイの万国に駐在所を構えている。現在の店舗については 福井銀行店舗 ATM 検索を参照。また、本店、支店などの営業店のほかに、本部機能を集約させた、福銀、センタービルがあり、その他にも、事務処理センターなどを有している。さらに、営業店とは別に、ナチュラプラザというローンや、保険の相談ができる店舗もある。このほか2016年12月には、店舗再編の一環による、 営業体制の効率化などを目的に、復銀、クルザと名付けた移動店舗を導入した。さらに、エリア制を採用しており、エリア統括店を中心に営業を行っている。以下がエリアとエリア統括店である。東京、大阪、名古屋、京都はエリア制を取っていない。2009年1月、NTT データ地銀共同センターへ移行した。同行の ATM では、 FIT ネット ATM により、北国銀行、富山第一銀行のキャッシュカードの入出金については、時効扱いとなり、利用可能時間帯は入出金とも完全無料である。ただし、産業以外が管事業の共同利用自動機店舗並びに、コンビニ ATM については対象外。2006年4月3日より、定型産業間との相互入金の取り扱いを開始した。 なお、法人カードは、東港と北国銀行の間の相互利用のみに限られる。同港は2006年11月22日より、セブン銀行と提携して ATM サービスを開始した。提携当初は、平日日中の出勤手数料を無料としていたが、現在は入金と残高紹介のみ無料で、ジュラチック王国支店の口座を除いて、 終日110円から220円の出勤手数料がかかる。また、イオン銀行開業と同時に提携を行い、福井、イオン両銀行総合に ATM の利用が可能となっている。イオン銀行では法人カードは利用できない。2007年10月より、同行、副法銀行と県内の信用金庫の7金融機関の個人カードを 持つ顧客は各金融機関が設置している CDATM での残高紹介と現金引き出において手数料完全無料になっている。またこれに福井県 JA バンクも遅れて参加している。また福井県内の大日銀である福保銀行の子会社化を目指していることが報道された。個人、法人カードによる入金、出金、カード振込の取扱いで カード入金に限り終日無料となる。ありがとうございます。